それでは今日の試合のハイライト見ていきましょう。まずは野上のピッチングですが、1回は三者凡退、2回の表ここは後藤に対してはファーストゴロ、メヒア送球ちょっとそれましたがアウトになっています、はい。まあ、3連打のねノーアウト満塁大ピンチですからね、はい、満塁の場面からこれサンチェスの打球はセンター秋山捕球体制ではないということで、まあ、結果はセンターゴロになったんですけども、この後犠牲フライにセンターフライということで修正がされました記録です。1対0先制点は楽天でした。しかしすぐに2回の裏、ここは森はセカンドフライでしたが、この坂田が打ちました。そうなんですよね、まあ、自分の、ね、状態も昨日の3安打から1本出て、うん、すごくほっとしたと思うんですよね、同点に追いついた直後、今度は追いつかれた側の楽天が松井和夫の2アウトからのホームラン。そうなんですよね、この1点はちょっともったいなかったなと思うんですよね、うん、2対1そして3回の裏ランナーを置いて中村のあたり、これは打球上がってさあどうだというところでしたが、はい、もうあわやというところまで来ましたけどね、ピッチャーの横山もほっとした表情でした。4回です、森のこのツーベース、打球の速さ、まあ、あっという間にゴロでも抜けていくんですよね、そして金子の打球、これはサードゴロでした。チャンスではありましたが点は入りませんでした。5回の裏2打席凡退で迎えた3つ目の打席、これが三遊間への内野安打、しかしその後の栗山の打球が正面をつきました。2アウトランナーなし、勢いが止まったかなというところでしたが、そうですね、2アウトになって嫌なムードになりかけていたところで、そうですね、はい、この浅村のヒットをきっかけに、このうまいバッティングは中村拓也、これは難しいボールですよね、はい、アウトコース低めのボール球じゃないですかね。そして好走塁は浅村、クロスプレーです。安定はセーフというこのランニング、そうですね、まあ、判定はセーフですね、はい、2対2の同点、大きな得点だと思いますよね。そしてランナー、これ敬遠でメヒアを歩かせてピッチャー西宮に代わった初球です。打った瞬間でした。こんなドンピシャでね振り切ることができるバッターっていうのは本当にいないなと思うんですけども、この選手が19歳というのは未だに信じられないです ね、 ですね、はい、どう考えても自分の19歳とは運命の差ですね。さらにこれ金子が右バッターボックスでヒットツーベース、6回の裏、そして秋山がこのバッティング、センターの肘里沢が後ろに反らします。それを見て帰ってきました。この1点も大きかったですね。大きいですよね、前進守備の前にヒットを打ったって言うんですかね、はい、さらに栗山がその前進守備の頭を起こします。今度はもう越えていく完璧な当たりですけどね、2点を追加。そして7回です、サンチェスが左中間タイムリーツーベースで1点を返して7対3、これも非常に際どいタイミング、しかしセーフです。岡島初球打ちライト前ヒット、これで2点を返して再び3点差に楽天が詰め寄ります。まあ、これでねまたちょっともつれるかなという感じでしたけども、はい、ここを踏ん張って三振取ったのが大きいんですよね。そうでしたね、はい、もう大きなガッツポーズ、これ当然ですね、はい、そして8回の裏ヒットと盗塁ランナー2塁です。左中間前進守備を破っていきました。これで3試合連続の猛打賞はタイムリーです。8対4という結果になりました。